愛媛愛テレビをご覧の皆様、ザ・タイム朝5時20分スタート。10月1日から始まりましたザ・タイム、皆さんご覧いただいてますでしょうか。ザ・タイムの中のですね、列島リアルタイム中継というコーナーで全国各地から生中継があるんですが、愛媛県からも生中継させていただいております。そしてこれまで3回の生中継が終わりました。ということでですね、今日はその振り返りという名の反省会という名の言い訳をさせていただこうと思います。初回はですね、10月19日記念すべき愛媛からの初中継だったんですが、岩屋寺という四国88箇所の第45番札所の岩屋寺というお寺から生中継しました。でもそこで奥の院っていう山の上の上の奥にあるところを目指して中継したわけなんですけれども、まあ大変でしたね。とても体力勝負の、今見ていただいた方は分かると思うんですが、かなり体力のいる岩と岩の間をよじ登るっていう中継でした。で、あ、そうですね、下見で一回登った時に、高所はちょっと恐怖症で、でも兵所はまあ大丈夫と思ってたんですけど、まあ、登って高所恐怖症と兵所恐怖症が一緒くたんになりました。で、まあちょっと半泣きぐらいで怖かった怖いみたいな感じで言ってたのを安住さんが知っていてですね、リハで泣きましたっていうことにつながったわけでございます。でも登ってる時にですね、安住さんの頑張れ頑張れ豊福っていう言葉を言っていただいて、そこから中継終わった後も視聴者の方から同じ言葉をいただいたり、なんかよく頑張ったねって言ってくださったので、とても嬉しかったです。うわうわ、リハ含めて4回でしたっけ、4回岩屋寺に実は行ってるんですね。でも一度も結局奥の院までたどり着くことはできなかったという、まあちょっと悔しさ残るんですけど、これはぜひリベンジしたい一つでございまして、初詣で岩屋寺に行こうと思っています。愛媛愛テレビをご覧の皆様、ザ・タイム朝5時20分スタート。続いては10月26日岩屋寺から1週間後にありました末吉市宇和町の雑巾掛けレース G1 グランプリ。これはですね、もう一番見返したくない生中継でございますね。見返して、まあなんという見苦しい姿を見せたのかと、まさかあんな姿だとはちょっと私も雑巾掛けしながら思いませんでしたね。まあ、ただ一緒に出てくれたはるかちゃん、わけはるかちゃんっていう、本当に野球もやってて陸上もやってるスポーツ少女なんですけど、記録を更新しまして、過去の記録を24秒を 100m 走るっていう、まあすごい感動の瞬間でして、もうとにかく速い、でもその嬉しい場面もあり、まあ、一方ですよね。で、まあ、それはもう本当に何でしょうね、私は比較対象として多分走らされたんだと思うんですけれどもあれはですね、本当に実際やってみてほしいんですよ。もうあれテレビで見るよりもう相当実際見た方が廊下長いししんどいんですよ、あの体勢が。ラストです。成人女性の平均タイムが1分半ぐらい
で私が結局1分56秒なんかそんなにだからそう言われると別に特別遅いわけじゃないと思いませんかね。私はそう思ったんですよね。いやまあでもグダ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 でしたね。ゴールまでヨロヨロでしたね。あでも最近そう私運動神経がない理由が判明したんですね。23歳にして雑巾がけの後整体に行ったんですよ。まあ、体もちょっとバキバキしたので整体に行った時に整体師の方に言われたんですよ。で私相談したんですよ。私本当体力がなくて運動の神経もなくてどうしたらいいですかねみたいな。そしたらあなたは私右利きなんですけどあなた左利きだよって言われたんですよ。で私23年生きてきて左利きっていうことが判明して左をうまく使えてないから運動神経が悪くて体力もない軸もぶれるって言われたんですよね。そうだから私のせいじゃない私のせい赤ちゃんの時からのまさかのだからそう雑巾前にそれを気づいていればもしかしたら30秒ぐらいで貼ったかもしれないということでございます。まあ、これは言い訳でしかないんですけれども悔しいんですよ。だから本当にあの辛さをねもうぜひ実感してほしいんです。もうあれをぜひ体験してみてほしい。愛媛愛テレビをご覧の皆様、ザ・タイム朝5時20分スタート。11月に入って、すぐの4日ですね。4日に墓石屋さんの石焼き芋屋さん芋源さんを紹介させていただきました。これね本当に美味しかったんですよね。もう過去2回がまあ体当たりな中継だっただけにですね美味しい食べるという幸せな中継でしたね。熱い美味しそう熱い美味しそう。芋の美味しさを伝えたかった。もう伝えるっていうことに全力を捧げようと思って頑張ってで実際本番焼き芋をこうかじってこうよし言うぞって思ったそのタイミングで安住さんから豊福さんって知覚過敏なんでしょって聞こえてきてで真っ白になったんですよね今からこの渾身の美味しいを言うぞと思った瞬間に私の恥ずかしい知覚過敏情報がをばらされてしまいましたこれからも愛媛からの中継の予定はありますのでぜひぜひ全国の皆さんそして愛媛の皆さん見てください。お願いします。